私も山岸さんと一緒で基本に忠実にって考えを持っていますと。友人や知人にはそんなカチカチに縛られんといろんなものに挑戦したらいいやんと。体についての知識も増えとるんやしさ。それ若者なんかと批判する老害と一緒の考え方やでと言われてギクッとなったこともありますが、無視して自分の考えと繋ぎ通していますと。まあ基本に忠実というのはいいですね。で、結局はね、基本に戻ると。もちろん基本に忠実にやって、基本をまずやるんだけれども、まあその後いろんな種目をやると。バリエーションでね。ただこのバリエーションを増やしていくっていうのの欠点は、伸びが分かりにくい。で、基本はやっぱり力が伸びていくのが分かるので、上級者、中級者限らず自分で伸びをちゃんとチェックしてる人、チェックしてる人、大きな差が出てくる。なのでこれはやっぱりやってほしい。特に一人でトレーニングしてる場合、やっぱり伸び率っていうのはやっぱりその数字で見やすいので、それはやっぱりノートを取ってやるっていうのは伸びやすい。それでやっぱり差が出てくる。ね。だからやってほしい。